け。ルイ、なんでパリに演奏会？留学よ。9月からコンセルバトワールに。嘘。今日は下見だけどよろしくね、千秋。またいろいろと付き合って。千秋先輩。何すんだお前、殺す気か。なんだその目は。大丈夫千秋？演奏活動中止？それで一人で留学ってよくあのステージママが許したな。もう大喧嘩よ。泣くわわめくわ。でもママには悪いけどすっきりした。私もう限界だったし。失礼します。サチャです。どうぞ。メルシー。のだめです。妻です。妻？はい。あなたのことは主人からよく聞いておりますので。ではぐるりと。あらばいけない。あいつ変態で妄想癖もあるから適当に受け流してくれないかな。あのさ、ルイ、せっかく訪ねてもらって悪いんだけど、今ちょっと立て込んでるんだ。じゃあ千秋、今度部屋探し手伝ってよ。は？お願い、一日でいいから。私パリのことまだよくわからないしね。じゃあまた連絡するわね。なんだよ。なんで逃げるんですか？別に。お前こそさっきから何怒ってんだよ。面白いわけないですよ、人前でチューチューとこのわしもだ。ただの挨拶だろ。日本男児のくせに人前で噛みつき大和のレシコいるのか。もういいから部屋帰れ。俺は今忙しいんだ。次の公演で指揮することになった。